ダーートプレイヤー吉野裕之です今日はダーツの本当に初心者の人に向けた投げ方をアドバイスしていきますまずダーツの持ち方なんですけどもこうやって持ちましょうっていうのは特にありませんその代わり最初にどうやって持ったらいいのかわかんない人もいると思うので持ち方だったりどの辺を持ったらいいかそういうのを基本的な説明をしていきます ダーツをバランスが取れるところが絶対あるんですね。乗せると。指一本で乗せると、ここだったら乗るっていうところが、このダーツの重心となります。ものによっては全然違うところになったりするんで、ダーツを持ってみて、どこら辺かなっていうのを、まず見つけてほしいです。それが分かったら、ここら辺だったなっていうのを覚えとていて、その辺を 自然と思ってください。こうやって持つ。こうやって持ったら自分の自然。ペン持ちでもいいです、えー。何本で持ってもいいです。でもそこら辺をめがけて、ここを絶対持たなきゃいけないんじゃなくて、ここら辺でいいので、そこら辺を持ってください。で、あとは持ちやすいように。自分がダーツを持ちやすいように持ってください。決してこれが正解ではなくて、 基本的にまず覚えてほしいことなので、こっから自分でこう思った方がいいなとか、その先は変えてってください。投げ方なんですけども、えー、どうやったらいいのか、どうやって投げたらいいんですかっていう簡単な説明をしていくと、右足が前。 えー、僕は右利きなので、右で投げるので、右足が前になります。で、さっき、こう持った、ここら辺だなっていうところを自分の持ちやすいように持ちます。で、真ん中を見て構える。真ん中を見て構えたら、一つポイントとしては、じゃんけんパー。じゃんけんパー。じゃんけんパー,んんパーっていう風に投げてみてください。 あの、1,2,3とかではなくて、じゃん、じゃんけん、ジャンケンパじゃんけん、パーっていう自分でリズムを取りながら真ん中を見て、そこに向かってじゃんけん、パ真ん中に、パーっていう風に投げてみてください。えー、決して、最初は力入っちゃってもいいです。届かせようって。 届いて欲しいてしと思うので最初は力入ったりするんですけど、そんなに強く投げる必要もないなとか、逆に弱すぎたらもうちょっと力を入れようっていう感じで自分の力加減を覚えていってほしいです。で、最初は、まあ基本的にはじゃんけんパーが僕は一番おすすめしています。なんでじゃんけんパーっていうのも、パーにすればダーツは勝手に離れていくんで、あの、一生懸命投げる必要がないんですよね。 なので、じゃんけんーっていうふうにやっていけば上達はかなり早いと思います。